テニス、日本リーグは、公益財団法人日本テニス協会が主催する、テニスの実業団チームによる、日本最高峰の団体戦であり、トップリーグである。1987年1月24日に、第1回日本リーグが開幕。本大会は、毎年12月から1月内し2月にかけて、開催される。最多優勝は、男子が、NEC の8回。 女子がワコールの7回である。2シングルス1ダブルスによる対抗戦。2ブロック制のファーストセカンドステージで決勝トーナメントを目指す。男子16チーム、女子12チームが出場し、ラウンドロビン方式で展開。2つのブロックをレッドブロックとブルーブロックと呼ぶ。決勝トーナメントには男子6チーム、女子4チームが進出し、 ノックアウト方式で優勝を争う。各ブロックのファーストセカンド会にチームは、全国実業団対抗テニストーナメントへ降格となる。日本リーグ出場へは、実業団対抗都道府県大会、地域大会を勝ち抜き、全国実業団対抗テニストーナメントに進出する必要がある。全国実業団では、日本リーグからの降格チームも加え、上位チームが、 日本リーグ昇格となる。部長、監督、トレーナー、マネージャー各1メーター合計8名以内、選手4名以上9名以内とし、プロアマは問わない。ただし、JTA 登録のない外国籍選手の出場は、1対抗につき、1ポイント以内とする。3年以上在住するアマチュアの外国籍選手については出場制限をしない。優勝チームには JTA より、 賞状、優勝期、優勝杯が授与。また、個人賞は、MVP、最優秀選手男女各1名、優秀選手、関東選手は、男女各最大4名決定。また最優秀新人も、男女各1名選出。ありがとうございます。